大変申し訳ございませんが、今回はご縁がなかったということで。だー、これで不採用のお祈りメール30通目じゃないかよ。俺の名前は天井小五郎、今年で45歳になる会社員、大絶賛転職活動につまずいている男である。飯を食べ、頼むテイク、会社のためだと思ってやめてくれ。わかりましたから、ゾンビみたく俺にひっつかないでください。課長に泣きつかれちゃ早期退職するしかないよな。俺の会社はここ数年の不況で毎年大赤字、人員整理と組織再編成のために早期退職が推奨されているのだ。早期退職と聞くと手のいい足切りだと思う人もいるだろう。でも会社都合の早期退職は通常の退職よりも金が多くもらえるのが特徴だ。厚生労働省が行った就労条件総合調査によると、2018年の早期退職優遇制度で受け取る退職金の平均額は2326万となっている。それに対して通常の退職金の平均額は1983万円。45歳かつ勤続年数20年以上との条件付きだが、そこには343万円もの開きがある。会社員の1年分の年収と大体同じ金額が早期退職だと上乗せしてもらえるのだ。不景気の真っ只中、俺を雇ってくれた会社に恩義はあるが、こう次の働き口が見つからないとな。俺が転職活動をしていた時代は若者自体を取ってくれる会社がなかった。俺は何十社も面接を受けてやっと今の会社に就職できたのだ。この年で転職が難しいのは分かってるが、働かないわけにもいかないからな。幸い俺は結婚していないので家族を路頭に迷わせることはない。でも老後のことを考えると、退職金は老後の蓄えとして取っておきたいのだ。企業が求めているのは若くて会社の社風に染まりやすい人材だ。そのためほとんどの長期雇用が見込まれている求人では35歳までという年齢制限がかけられている。雇用期間の定めがない、職務経験を問わない、長期的なキャリアを見込んでいるという求人に限って条件付きで国がそれを認めているのだ。俺みたいなおじさんはぶっちゃけどこに行ってもお払い箱だよ。救いがあるとすれば、俺のように長年会社勤めを経験した人間は同じ職種で転職しやすいということだろう。中には即戦力として年配の社員を取っている会社もあるが、うわ、このプログラミングどうやるんだっけ。あ、ダメだ、全くもってわからん。お恥ずかしながら俺の場合はこのざまだ。プログラミングは常に新しい技術の習得を求められる。頑張ってはいるが、年のせいなのか新しいプログラミング言語を覚えるのも億劫になってきた。窓際さん、まだ頑張ってるよ。退職の日までゆっくりしてればいいのにね。自分よりはるかに若い後輩に実力においても役職においても追い越されている状態。というか平成生まれって窓際族のこと知ってんだな。職場でタバコ吸えなくなったのいつだっけ。そのきっかけになった東京オリンピックもとっくに終わってる。世の中どんどん変わってったらな。変わってないのは俺の中身だけ。外見もどんどんおじさんになっていくのに、それに見合った成長はない。よう、黄昏おじさん、タバコ一人で吸ってて楽しいか。青山、同じおじさんのお前に言われたくねえよ。それもそうだ。だこいつは同期の青山、俺と同じく早期退職を突きつけられた同志だ。でも意外だな、俺と違って優秀なお前が早期退職させられるなんて。俺はどこに行ってもやっていけるから大丈夫なんだとよ。まあ俺より役職も上だもんな。そう、万年平野お前とは格が違うの、格が。じゃあ転職活動もうまくいってるんだろうな。え、青山？すまん、それは言わないでくれ。おいおい、俺より断然スキルも役職も上の青山も苦戦してるの？俺マジで転職できるのかよ。でもさ、
こんなもん就職した頃に比べたらへのかっぱよ。お互い同じ就職氷河期を生き抜いた戦友同士、頑張ろうぜ。お、そうだよな。あの就職氷河期だって俺は生き抜いたんだ。こんなところでへばってられるか。青山の言葉を胸に心機一転、俺は転職活動を再開した。そして書類で落とされることが多い中、ついに面接にこぎつけることができたのだ。どうぞ店員さん。はい。なるほど、メシタネ IT で長年プログラマーとして働いてきたと。年は言っておりますが、今までのスキルを生かし御社のために貢献いたします。スキルね、スキルのある人が早期退職とかさせられるのかな。え、いや、君新人の教育はしたことあるけど部下の面倒は見たことないんでしょ。うちも40代以上の即戦力を求めてるから一応面接はするけどさ、君よりいい人がさっき来たんだよね。だからさ、わかるよね、不採用ってことで君いらないわ。そんな。ごめんね、でもうちが求めてるのは即戦力なの。即戦力、君には若さもスキルもない。世の中のお荷物だってこと自覚した方がいいよ。面接官の言葉に俺は何も言い返せなかった。せっかく有給もらって面接行ったのにな。自分のダメさを突きつけられるってなんだよ。もうすぐ退職か。結局再就職先見つからなかったな。俺一体この年まで何してたんだろうな。やべ、なんか涙出てきたよ。お、店員、今日もいるなって、どうしたんだよ。あ、青山、あ、ごめん、ちょっとさ。大丈夫か。俺は青山に先日の面接での出来事を話していた。すると、それ俺が内定もらってる会社じゃないかよ。嘘だろ。じゃあ使える社員っていうのは多分俺のことだ。こんな偶然あるだろうか。決めた、そこの内定蹴るわ。でもせっかくのチャンスなんだぞ。会社の同期をバカにするような少年の腐った会社が長く続くと思うか。少なくともいい人材はすぐに離れるかな。だろ、行かなくて正解だよ。俺起業するわ。独身で貯金もたんまりあるし、退職金と合わせてなんとかなるっしょ。お前急だな。となると人手が必要になるよな。一緒に働かない？え、俺と一緒に起業しようぜ。タイミー、そうだよ、雇ってもらえないなら俺たちで会社を作ればいいんだよ。みんなスキルと経験はあるんだしさ、早期退職のやつらに声かけて会社作ろうぜ。ねえ、タイミーももちろん手伝ってくれるよな。ああ、キラキラと目を輝かせる青山を見て俺は反論できなかった。こいつの言うことはもっともだったからだ。そうだよ、悩んでる暇なんてない。青山みたいにやれることはやらないと。テミ、こっちの案件頼めるか。ああ、すぐにやる。それからトントン拍子にことは進んだ。資金集めに人材集めに拠点の確保、青山と俺は他の早期退職の同期たちと共にそれらをかき集めベンチャー企業を立ち上げたのだ。ぶっちゃけ退職金は会社の立ち上げで消えたし、給料も安くなった。でも今の生活を俺はとても気に入っている。このプログラミングも覚えないとな。もう窓際族じゃいられないし、とにかく忙しくて仕事もやりがいがある。これからもそんな日々を俺は過ごしていきたい。チャンネル登録はもうしましたか？今回のおすすめ動画もよかったら見てみてください。動画の感想もコメント欄でお待ちしております。